はい、ともゆうたです。今回はこちらコストコでちょっと買ってきたノスのニトンアルミジャッキですね。もうちょっと買ったんで、まあ僕結構自分で作業するんで、ちょっとこれぐらいは買っていいかなっていうことで、ちっちゃいのしか持ってなかったんで、でアストロの大きいやつにしようと思ったんですけど、あれ重いんですよ、めちゃくちゃ。なのでこのノスのアルミのねジャッキ買ってきたんで、こちらをちょっと開封してちょっと使ってみてね、どんな感じかちょっと愛車を上げていきたいと思います。棒が入ってて、英語だね。やっぱアルミだから軽いな。はい、こんな感じですね。ここの棒みたいなレバー、これをつけて、これはなんだ、なんかワイヤーがくっついてる。これを下げれば、下げれば、どうやって飛んだかこれ。はい、まずじゃあどのぐらいの低さ、最低位って書いてありますね。90mm9cm、 最高位495mm、 49.5、 全長 670mm、 全幅 330mm、 サドル直径 114mm、 ハンドル長さ 1270mm、 正味重量 21.5kg、 積み込み重量 23kg、 最高位到達に要するストローク無荷重時 6回でね、一番上まで行くってことですよね、これ。定格荷重容量2トン、すごいですね。6回やるだけで上まで行っちゃうっていうね。ちょっとやってみましょうね、1回今下ろしてあります。1、2、3、4、5、6回までいかないね。もう5回ちょっとぐらいでこの高さ。これすごいな、これ相当すごい。これドアの半分ぐらいの高さ、 50cm なんで、いやこれだいぶ作業スピード効率も上がって、自分で整備する僕からするとこれはもうかなりね、いいものですね。でコストコのなんかなんだセールみたいので3000円引きで税込みで1万7000円で買えます。ちょうどそのキャンペーンセールの時に、まあお友達のちょっとお父さんに買ってきてもらったんですけど、はい、
こちら最高ですね。ちょっとじゃあ使っていきましょう。多分純正車高だとさすがにでも僕の入んないんで、ちょっとレール引いて今高さ上げてるんで、とりあえずフロントからちょっとね高さを上げていきたいと思うんで、後ろにももうあの車止めやってるんで、あと上げるだけなんで、ちょっと上げていきましょうか。その前にちょっと近くで各部見せますか。ちょっと下ろしますこれ。もうグリスが新しいからグリスがもう塗りたぐりまくりですごい。はい、一応こんな感じです。で、重さも持った感じやっぱアルミなんですごい軽いですね。グリスがすごい、ダブルピストン、プシプシ。で、ハンドルもこんな感じで、すごい長いハンドルは。はい、じゃあちょっとフロント上げていきます。じゃあちょっと上げていきます。で、正直今フロントのグリップで、ここが当たっちゃってて入んなかったんで、横で一回上げてサスを伸ばしてあげて、今ギリギリ入る状態なんで、ちょっと車庫端には きついっすね。スロープ高さ上げないと。ちょっと上げていきます。もう当たっちゃってるわ。これでちょっと上げていきたいと思います。ちっちゃいジャッキとは比べ物にならないぐらい力が必要ない。ある程度上がったらちょっと馬をかましていきたいんですけど、これで全然一番下だったら入る。で、一応両サイドやったんで、ちょっとリアもやっていきたいんで、リアもやっていきたいけど、これ下入らないね、リアも。どうしよう。はい、でちょっとリアの方はジャッキアップポイントがあのデフケースになるんで、今そちらにちょっとねあの小細工してちょっと上げて、今そこにポイントにつけました。で、これでちょっと上げてって後ろにも馬を両サイドかけたいと思うんで、ちょっと
とじゃあ上げていきますか。工事しててすごいうるさいですね。高さがちょっと足りないな。もうちょっとだけストローク。これでどうかな。じゃあ反対も行きますか。よいしょ。ちゃんとピンでロックして、もうちょっと上げる。やべ、これでマックスっぽい。よかった入った。よかった入った。これでちょっとじゃあ下ろしましょう。結構リアが上がり気味でフロント下がってるんで、もう一回フロントに入れてフロント高さ上げましょう。はい、じゃあね、今ねフロントもちょっと上げたんで、はい、馬4つ乗ってかなりね車体の下の作業スペース確保できたんで、一応この後ジャッキの撮影が終わった後に一応、エンジンオイル、デフオイルとちょっとブレーキラインとフルードの全交換ちょっとこれからやろうかなって思ってるんで、このままね次の動画の撮影にちょっと行っちゃおうと思うんで、はい、まあこのねAmazonで売ってるコストコ、あ、Amazonじゃない、Amazonでも売ってるけどコストコで売ってるノスの2トンジャッキですね。一応こんな感じでかなり使い勝手がいいので、やっぱアルミなんでやっぱ軽いっていうのが大きいですね。ぜひ皆さんも買ってみてはいかがですか。はい、じゃあジャッキの動画は以上になりますね。はい。